陳世です。今日もよろしくお願いいたします。また金曜日になりましたね。本当に1週間早いですね。今週皆さんいかが過ごしてましたか？私は皆さんのおかげで本当に楽しくいろいろ頑張ってやってます。ありがとうございます。そして今日の内容ですけれども、云手叉掌、そして鼎手組み合わせしてやります。やっぱり云手は手法、そして叉掌は掌法、そして鼎手肘法。この三つの舞台からテーマでのそのカンフなんかの基礎的な方法、組み合わせして練習していきます。前も習ったことありますけれども、組み合わせ内容ちょっと違って、また新鮮な感じで、また復習もしながら体の、期待もできて、何よりもこの組み合わせはすごい打てから手までの俊敏さの練習になります。はい、じゃあそれでは皆さん一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは皆さんまず1回2本どうぞ見てください。OK、 今日の動きです。あ、確かに云手前に習いました。それで叉掌、はい、次鼎手習いました。はい、もしもっと細かく知りたかったら前の動画もう一回見てくださいね。はい、じゃあ行きます。ゆっくり一緒にやりましょう。まず立ち姿勢、まっすぐ立ってください。はい、そして次両手、手のひらを上に向きます。高さ、肩ぐらいの高さになったときは少々一回止めます。はい、じゃあ次両手交差して頭を上に持ってきて云手を用意します。はい、次両手こう回しながら左の足上げて、次の動き用意して、はい、両手下ろして腰の横に下ろしながら次ゴンを出していきます。そして右の手叉掌、左の手はね、体の横左にこう後ろ引いておいてください。はい、じゃあ右の手上から左にしてグーになります。右の足寄せて、そして次出して、はい、こうマーブより中心は右の足出してバンマーブになりながら勢い鼎手してください。はい、中心も中に戻ってつま先正面して立った方が、もうちょっと立ちやすいし、そんなに足、膝に負担かからないです。はい、じゃあ一回流れで一緒に行きましょう。はい、まず用意して、1、2、3、はい、左から用意して鼎手、はい、いかがですかね。云手、はい、ちゃんと頭の上に云、そして下ろして、腰のところまで下ろしていったら結構この手全部使いますので、云手もっとはっきりできます。はい、次はちょっと早めに、早めよりも一個一個スピードアップしてください。もちろん高くていいですよ。皆さんゴムとか
バンドアップするとき高さは自分できる範囲の高さでいいです。絶対無理したらあかんで。はい、じゃあ行きますよ。あ、1、2、3、4。はい、戻ります。はい、OK。 今日は、運書、茶茶、そして丁書でした。今回は方形高くでいいです。主に手の練習でした。そしてずっと音符とか低くなっても大丈夫方は普通にやっていただいて、初心者の方とか、あと今ちょっと足の具合良くないとかの方はぜひ高くでお願いします。今日は金曜日ですけど、できるだけ今日でも明日でも明後日でもちょっとこの連続していたら、打ての本当に打ての俊敏さが、あとしなやかさに変わってきますので、やってみてください。はい、じゃあそれでは今日もありがとうございました。また明日、バイバイ。